はい、おじいがね、編集してるパソコンです、ね、で、あのゲーミング PC ではありません。これね、ゲーミングというかゲームやり用は下にあります、ね、でこれはあの Windows 7で、まあ、簡単に編集するよう、ね、で、あそこがいつも配信の時にやってるよう、ね、Windows 10があります。で、あのサーマルテイクのフルタワー使ってます。下 の, あのゲームやるようのもこれと全く同じのを買いました。これがすごいすこぶる使い勝手が良かったので、観音開きになるやつでね、すごい使い勝手が良かったんで気に入ったので、ね、ほんのコロナの時にね、あの組んだ PC はこれと同じものを、ね、買いました。で、当時ね、このサーマルテイクのこのフルタワー、まあ今フルタワーって人気ないんで、一般の人にはね、まあゲームやる人もだいたい緑に行っちゃうんで、でこのモデルはあのこのガラスのパネルがね、こう隙間があって、であの音漏れするとかね、あの空気が入るとか、まあ それがいい役目をしてくれてるんだけど、ものすごくね、おじいも買うときはこの隙間があるっていうレビューを見て、すごくって思ったんだけど、まあ、上からあの上にもファンね、今あの消しちゃってあるけど、もったいないからつかないからね、あの上にもファン敷き詰めてあって、ここから風が出るっていうね、まあ、あの下にもファンつくよね、まあ、とんでもない仕様なんだけど、まあ、あのこれだけで今使ってるんだけどね、まあ、ここからあの音漏れがするっていう、まあ、そういうレビューもあったんだね、うん、で音どうかな、耳を近づけると確かに音するんだけど、でグラボもゲームやってると、あの2つのファンのうちの1個が回ったりね、全開にすると2個回ったりするけど、おじいがゲームやってる時はついたの見たことがないんだけどね、まあ、パリッとのやつ安いのなんだけど、まあ、それでうるさいなと思ったことはないです、ね、まあ、ノート PC とかに比べればね、音はするのかもしれないけど、全然あの ここで作業してて全く気に入らないです、ね、でこれよりももっとあの音が大きいのはこれです、ね、あのうっすら今ね足温めて暖房かけてるんだけど、これも静かな方だよ。あの石油ファンヒーターを置いた時はボーッって出てるからすごいうるさかったけど、でもこれでもね、あのここにいて音はそんな気にならないんだけど、でも私近づくと、音はするんだよ。でこの部屋はね、だいたいあの静かにしてても50弱ぐらい、あ今昼間あの電気ついてるからあれかな、ちょっとうるさいかな、51ぐらいが標準だね。ね、63デシベルなんです。であの数字的に言うとこっちの方が音がするように聞こえるけど、でもなんか 理屈で言うとこっちの方が音があるらしい、どうも。あのこのテスター的にはね、でもこれあんま気にならないんだよ。あのこっちの方がそのまんま聞こえるけど、これこの隙間からなんで、ここら辺だと、ね、うん。だからね、で、あの、おじいが昨日のね、あの、過去の、まあ、検証を見ればわかるけども、いわばあの、K2S、これよりも静かだったでしょ？ね、
これ今64だけど、これよりも静かだったはずです。確かね。昨日の、ちょっと待って。昨日のあれあれか、写真は撮っといたんだけど入れ忘れてたんか。ちょっと待ってね、昨日の写真残ってるかな、これか。そうそう、これね、昨日出してあげようかなと思って、忘れたんだね、これね。だからトップのタイトルにしたけど、トップトルの X6 っていうね、1万6000円台で買えるプロジェクターが、これ 60.1 なんだね。で、これがウィミュースの K9、 これが 56.9 でめちゃめちゃ静かなんです、これね。で、まあ、K2S とかもね、まあ、大体このレベルだしね。とにかくね、これはとにかく静かだったよ、K9 とかね。で、まあ、今時のプロジェクターだから、こういうこれよりも静かなのは確かだし、その空気清浄機がね、まあそよ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 によって、まあ、通常真ん中ぐらいのやつよりは、まあ、静かだっていうね、まあ、動いてるのか動いてるかわからないようなね、蒸し台機状態の空気清浄機よりは、まあ、音はするよ。ファンが回ってるから、ね。で、その、安いプロジェクターは、安いファンがついてて、ちっちゃいやつだと、特にちっちゃいのがついてるし、余計ビーンって音するよね。だ、ヤーバーの K2S とか、ウィミュースと K9 って、箱でっかいんで、で、そんなに熱くならないんで、で、大きいファンがついてるから、それが、こうやってゆっくりサラ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 って流れてるから、そんなにうるさくないんだよ、ね。大きいとうるさいじゃなくて、ちっちゃいとうるさいんだよ。ミーンって、モーターもそうなんだよね。でっかいのが、って行くより、ちっちゃい、まぶしモーターが、ピーンって言ってる方が、うるさいんだよね。なのでね、まあ、こういう検証動画が、必ずあるんで、だいたいデシベル測ってるんで、そこで目安にしていただけるとなと思います。ただこの数字は同じ度で数字でやらないと、この部屋は黙ってる状態で50ぐらいあるんで、インターネットで見るような何デシベルが、木の葉の音とか、寝てる音とか、普通の図書館の音とか、あれ全然目安にならないんで、本当ね。測るものによって全然違うので、おじいはこれで統一してます。だから何デシベルっていうのは当てにならないし、おじいが検証してもこれで測ってる限りは、カタログスペックの何デシベルとはもう程遠い数字になります。ね。だからうるさいうるさくないってね、本当ノート PC と比べてね、うるさいとかって言ってる人はね、本当、土地狂ってる。ね。だからうるさいレベル。で、これも、ここのとこで、こうしてここに耳を当てがうとうるさいよ。でもここにいるとわかんないじゃん。わかんないっていうか、耳を澄ませば気にすれば音がすると思うけど、でも普段おじ静かな中でパソコンで作業してて、耳の穴がこっちに向いてるけども、シーンとした中でやってて、気になるのは、この、道路の車の音の方がよっぽど気になる。うん、この音よりも。なので、プロジェクターは、これ見てわかるように、これよりも静かなんで、ね。だから、シーンとしたシーンで、気になって、音がうるさいとかね、言ってる人って、だ本当に病気なんだよ。液晶テレビ買えっていうぐらいね。そういうレベルなんだよ。わかる？言ってるのが。だから本当に、プロジェクターで、
どれが静かですかとか、これとこれでどっちが静かですかって、このどっちが静かって、この、目くそ鼻くそ50歩50歩で、こっちが51で、こっちが52で、こっちの方がとかって、その数字レベルで全然変わらないじゃん。結局。だから、そこのところを重視して聞いてくる人って、大体レビューに洗脳されてるんだよ。ただ元気なおじいのチャンネルに来た人は、実際のオープンボックスってやると全部オープンボックスの動画出てくるから、オープンボックスで、これを買ってからは、これを使って全部、検証してます。昔はアンドロイドとか、アップルでやったんだけど、ね、おじいアプリが違うと、数字が違うんだよってケチついたんで、ね、どっちか一個に統一してくるよって言われたから、ね。で、じゃあ、アンドロイドでやるしたら、日本人はアップルが 90% なんだって言われるし、ね。で、これにしたんだね。あとね、こういうのが必要だなと思って、で、声かけてね、案件でいただいたんで、ね、やったーっつって、ね、活躍してます。まあ、そんなわけでね、この、音の、おじいのチャンネルで、音、静音性に関して質問してくる人は、もう、土地狂った神経質な人って、もう構えるんで、で、大切なことを言わないじゃん、他に。それしか聞かないから、聞かれたことしか答えられないから、だからいいアドバイスができないんだよ。ね。だから、できる限りのね、何に使うんですか、どこを重視しますか、どれぐらいの部屋でどうやって置くんですかとかってね、最低限のことを教えてくれないと、何が目的ですか、ね。そうしないといいアドバイスがね、できない。本当に質問でね、どれが静かですかって言ってね、来ると、だそれを気にするんだったら、液晶テレビ買いなって言ってるんだよね。そこなんだよ。ね、これをね、ちょっと別の動画とドッキングするのもめんどくさいので、まあ、この動画1本でアップするけど、とにかくね、このプロジェクターに関して、音のことで質問してくる人は、おじいはもう、そういう目で見てるんで、他のことも書いてくれればいいけども、ね、他のちゃんと重要事項を書いてくれて、だいたいどれぐらいの部屋で、ね、ゲームをやりますとか、映画を見ますとか、ね、普段テレビを見ますとか、ね、固定します、それとも、ポン置きで見ますとかね、いろんなの。で、私は画質重視で行きたいですとかね、明るさ重視で行きたいですとかね、いや、ゲームをやるから、遅延が気になりますとかね、そうすると安いのだと中に、素子が粗い、ちっちゃな液晶が入ってるから、色もおかしいし、で、粗いし、ね、映ったのが粗いし、とにかく、で、スキップしてるようなね、ちょっとカクカクした動き。だおじい、レースゲームでよくやるんだけど、カクカクするんだよ。とにかく。で、一フレームごとのスキップが大きすぎるっていうかね。だかそういうのも、だから、レースゲームやると、あ、これ滑らかとか、そういう表現してるんだけど、で、とにかく今回のね、質問された方もそうだけど、ゲーミング PC を持ってるってことなんで、あとゲーミング PC だと、おじいは、プロジェクターでね、レースゲーム、今ちょっとね、動画まとめるけど、今ね、ちょっとまとめてるけど、これかな。ね、これだね。これが、これが、34インチのウルトラワイドです。で、ここにハンドルがあって、で、これをミラーリングする。で、フル HD のプロジェクター、K1 でミラーリングすると、まあ、画面は大きくなるけども、フル HD しかないのに、ウルトラワイドを2560だっか、ウルトラワイドにしてるんで、ここまでしかない画素数を伸ばしてるんで、余分なものをね、ない部分があるんです。だから、綺麗さはね、描けるよね、でも雰囲気は楽しめるよねっていう動画を作ったことがあります。いくら 4K の入力に対応していても 4K の、画素数があるわけではないので 4K 対応のモデルで、このウルトラワイド の2560を出せば、まあ、綺麗にドットバイドットで、ね、ミラーリングできるんだけど、まあ、フル HD でウルトラワイドをミラーリングしても綺麗にはならない。でもレースゲームぐらいだったら、ね、雰囲気で楽しめるよっていう動画を作ったことがあります。なので
まあ、ゲーム PC 持ってるから音が気にならないってね、コメントをもらった方もね、いて、だったら音も気にならないし、ゲームやるんだったらゲームのミラーリングも楽しいよっていうね、PC のゲームのね。みんな、プレステとかさ、Xbox で HDMI でね、ゲーム機だけ下げればいいっていう人も、スイッチとか多いと思うけど、PC をミラーリングしても楽しいからね、結構ね。まあ、そんなわけでね、ちょっとこの動画は、まあ、別の動画にドッキングしようかなと思ったけど、まあ、どうせ長くなっちゃって見てもらえないだろうからね、これ1本単独で出したいと思います。本当、プロジェクター選びで音を気にしてる人は、もう病気以外の何者でもないのでね、洗脳されてる方は、マインドコントロールから解けるとよろしいと思います。本当に音が気になる人って、本当に神経質な人で、本当にレオパレスの、まあね、ワンルームの中で、ね、上下左右の人に気にしながら、ね、シッシッシッって、夜はトイレの水も流せないで、ね、洗面器に溜めた水でシャバシャバシャバってこう手洗って、ドアもそーっと閉めてっていうね、そういう生活をしてる人が、プロジェクターで、音が、ファンの音がしたら、ファンが死んだらダメだよーみたいなね、そこまでの神経質な人だと思うから。で、だいたい女性の方に多いんでね、そういう人はね、まあ、おじいは警戒しております。はい、今回は以上です。じゃあね。